はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、診断で実装された無限起動モンスター、無限起動ロードローラーだを、使っていきたいと思います。このモンスターね、あの診断で実装された謎の、1枚だけね、無限起動で実装されたモンスターなんですけども、これね結構強くてですね、効果説明していきますね。で1枚目の効果で手札を墓地に存在していて、機械族中毒性モンスターがリリースか除外されたら、手札から特殊召喚できるよという、まあ、自分に出てこれる効果があって、でしかも結構その無限起動ってリリースしだすとか、あの除外墓地から除外してみたいなあの効果があのいっぱいあるんで、こいつの特殊召喚する効果めちゃくちゃ使えますと。で、フェイトがハンター場合に除外されちゃいますよって効果ですね。で、このカードを素材として持っている元々の種族が機械族のエクシスモンスターは、以下の効果を得るっていう効果で、モンスターゾーンに存在する限り相手のフィールドの表側表示モンスターが守備表示になって守備力が1000ダウンするという効果があるんですね。だから、相手は殴れない、まず守備になるから、リンクモンスター以外は。で、さらに守備力が1000ダウンするっていう、まあ、そこそこの妨害能力を持っていると。で、今日ね目指していくのはこれ何かっていうと、あのね無限起動でね、あのアルティメットアライズハートが出るっていうコンボがありまして、まあ、今日はそれやっていきます。ね、どういうコンボかっていうと、クショトリルアライズハートっていうのがランク7の機械族エクシスモンスターなんですね。で、無限起動の中にはですね、この超設置展開、アウトリガーエクスパンドっていうカードがあって、これが無限機能エクシズモンスターの上にランクが2個高いエクシズモンスターを重ねることができるよっていう効果なんですよ、永続魔法で。で、これをあのそもそも、このキャンサークレーンとかでサーチができるんですけども、このカードで、エクシズモンスターであるこのリバーストーム、これにランク2個高い機械族エクシズを重ねることができる。これでね、アライズハートが出せるんですよ。はい。で、アライズハートって、まあ、単純に出したところで、まあ、除外されるだけだから、まあ、結構割と耐性がねあんまなかったりとかっていうのがあるんですけど、超設置展開の効果でまずですね、自分のフィールドのエクシズモンスター機械族の効果の対象になりませんと。だからまず対象にならないアライズハートが出る。で、さらにアライズハートの下にですね、このゴライアスを基本的に重ねることができるので、あ、ゴライアスは素材になっていると、カードの効果で破壊されないっていう効果を機械族エクシズモンスターに付与できる。で、さらにロードローラーが重なっていると、あの相手のモンスターは守備になるということで、クシャトリのアライズハートの下に、無限起動ロードローラー、ゴライアス、それから、調節展開 の、まあ、その対象体制があるので、対象にならない、そして効果で破壊されない、そしてモンスターが全部守備になるというアライズハートが出ます。で、あの相手お互いにか墓地をやるカードが除外されると。この動きがねめちゃくちゃ強いんですよ。一応だから、まあ、アルティメットアライズハートって呼んでるんですけども、このアルティメットアライズハートを今回爆誕させていくという、目標を立てて、展開していきたい。で、展開インフラはちょっと1枚初動がなくてね、2枚になっちゃうんですけど、これ、ね、ブルータルドーザーの効果使っちゃうと、その機械族地属性しか出さなくなっちゃうから、あの縛りがつくから、これ使えないんですよね、基本的には。なんで2枚初動なんですけども、ハーベスタープラス、ロードローラー、トレンチャー、スクレイパーのどれか、とか、あとそれから、このマシンナーズリフォーメーションあってんですけど、マシンナーズリフォーメーションから持ってくるのメタルクランチプラスなんかロードローラーとか、なんかこういう、動きをしていくと、一応あなんか出せるっていう感じですかね。まあ、ちょっと動かし方はねご覧いただければいいかなと思うんですが、まあ、正直無限起動ってねあんまりね先行でねなんかその強い盤面作れなかったんですよ、今までもね。だから、まあ、このアライズハートで圧倒的最強のあの無敵のねアライズハートを立ててドヤ顔で腕組んでエンドするのは割と理にかなってるかなと思ってて、そんなに妨害が用意できないテーマだからこそ強いモンスター1体を爆弾させて相手を詰ませるという、まあ、こういう動きですね。はい、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さて、アルティメットアライズハートの爆弾を目指していきましょう。マシンナーズメタルクランチを召喚。こうだぞ。なんもない。 OK。これ何を目指していくかと言いますと、今回はですね、その無限起動、列車展開、まあ、列車使わないけど無限起動を使ってですね、無敵のアライジングハーツをね、出していくという、まあ、そういうね、動きを目指していこうと思ってまして、ロードローラーあるのめんどくせえな。ちょっとこれだな、キャンサークレーンが来るとちょっと若干意味わかんなくなるか。あー、 OK、 スクレープ OK。 スクレイパーの、効果でマシンナーズメダルクランチをリリースして増殖する地がぶち込まれて、そこにウララを、爆破させていく。で、スクレイパー特殊召喚してリリースされたのでモンスターがね、ロードローラーだが出てくると。
はい、ロードローラーダックが出てきて、でちょっとレギュラスで誘発ケアします。コリコーのでメタルクランチを爆発させる。 OK、 よいしょ。で、レベル5のモンスターが2体でオーバーレイ、エクシーズ召喚、アラーレの無限起動リバーストーム、そして無限起動リバーストームの効果発動、オーバーレイヒットを1つ使い、デッキから機械族地属性モンスター1体を手札に加えることができる。あっと、裏だかな、これは裏だかな。まあレギュラーさあるんで多分結構いけるんですけど、ああオッケーオッケー、まあ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 、まあ、レギュラスがすびき偉いですねって話ね。で、レギュラス効果発動、レギュラスを墓地に送ることによって相手のウララを向こう。じゃウララ、ちなみにあの普通にウララも増字もめっちゃ重いんですよこのテーマね。まあ、春化粧とか入れたら多分割と貫通力はあると思うんだけど、ちょっと春化粧入れてるわけなかったんだよな、ロードローラーしたかったから。トレンチャー持ってくるっしょ。で一体でゴライアス、まあ、あとはねなんかその適当にね墓地にね無限起動をめっちゃ溜めていくだけなんですけどね、まあ、とりあえずリンク1が存在しているので無限起動は強いですね。でゴライアスを、リリースしてトレンチャー出して、でもう1回ゴライアス出してと。ちなみにあの3回ゴライアス使いますんでね、先行で無限起動っていうのは何を今してるか分かんねえよな、みんなな、お前今何してんだみたいな。まあ、今ねとりあえずねその墓地に機械族いっぱい貯めながら、そのなんかスクレーパーのコストを確保してて、スクレーパーがね墓地のね機械族を5枚戻して2枚ドローっていう効果あるんですよ。それをね目指しています。でパレスティックシューターを爆弾させて、アンティークギアボックス持ってくる。でボックス効果手札に加えた場合、攻撃力また守備力が500のモンスター持ってこれるんで、これでキャンサークレーンと。でキャンサークレーンで自分の墓地からねロードローラーだを除外してアウトリガーエクスパンドを持ってみましょう。はい、これがねアライズハートのためなんですね。アウトリガーエクスパンドくん、これちょっと一応発動マーティーが、ゴライアスをリンク召喚しまして、このねアウトリガーエクスパンドっていうカードがそのなんかランクアップエクシーズチェンジができるっていう効果なんですけど、これをちょっとねうまいこと使っていきます。さあいよいよ締めに入りますよ。リバースオームを墓地からゴライアスをリリースして特殊召喚するとゴライアスが下に潜り込むことができる。これで今ランク5のエクシーズモンスターが盤面にいるんですけど、これをランク2個アップさせることができるっていう効果がありまして、なんとアライズハートが爆誕するとアライズハートが爆誕するということですね。これでスクレイパーの効果、自分を除外することによって自分の墓地に存在するモンスターをまあ、戻しますよと。これで2枚ドローすることができて、これで誘発をできればいきたいですね。ちょっとカーネルヒットのキモすぎ。あーなるほど、まあ、ロードローラーだを吸収と。でこれで今無敵のアライズが一応爆弾しました。でヘビーフォワード発動して、でヘビーフォワード効果で無限起動を持ってこれます。で次のターンの初動持っていけばいいから、まあ、ハーベスター持ってきておけばいいんじゃないかこれ。とりあえず困ったらハーベスターみたいなとこある。でリフォーメーション打つ、これ除外して吸収したらいいから、マシンナーズカーネル除外して吸収せざるこれ。とにかくカーネル墓地に送りたいんだよねもし万が一アライズがしょられた時にカーネルをちょっと墓地に送りたくてですね、こうして、でこうしてこれでいいんじゃない。でさでアライジングハートでこれカーネル吸収しといて、これで一応ワンチャン墓地に送れる。ちょっと自分のねモンスターも除外されるから、そこがアライズの良くないところなんでね、うん、一応でマシンナーズオーバードライブをセットして、まあエンドですねこれ。はい、これでカーネル君が墓地に落ちれば一応オーバードライブとかがなんかその起動できるなったりとか。あーなるほど、ゴードン、ゴードゥン、まあ一応これで参戦の際って言われたらおしまいですちなみにこれで参戦の際にバカ弱いんですよ。一応今どういう方向を持ってるかというと、アライズが対象にておりません。で相手のマスター全部守備になります。で相手のカード全部除外されますというね、すげえ強い。あでアライズ破壊されませんと効果がね。あーフェンリルね、まあフェンリルもこれ対象取れないですね、アライズを。これが結構強くて、で
だからまあ一応アルティメットアライズとか言ってるんですけど、これ普通に賛成なさいって言われてね、パクられるパターンなんですね。はい、あれ対象取ってないんで、対象取んない効果にはマジ無力。対象取ってくれ、すべての効果。エクレシアいいだろう。これちなみにフェンリルの効果が起動すると思うんですけども、アライズの効果が起動したから、一応対象取れないんで、まあ除外するとしてもこのアウトリガーエクスパンドしかないから今は大丈夫だね。ああ、オッケーオッケーオッケー。まあそれはいいわ。はいはい。でまた吸収されると。まあ今フェンリルの効果使ったので、あれですね。フェンリルの効果が、もうこのターンは飛んでこないから大丈夫と。エンドフェイズ来た。ほら何もいけないんですよ。あの人。てか、なんかあれかな、幻竜族モンスターさえも引いてないのかな相手。そうですね、まあ、とりあえず取り除く効果は、まあ、フェンリル君がもうマジうっとしいんで、フェンリルは、このターンに吹き飛ばしておいた方がいいですね。なんかあんまりなんか何だろう、その無敵感が出てないかもしれないけど、この展開見てると、これ今だから何が起きてるかっていうと、本当に相手マジで殴ることさえもできないし、で全部除外されるし、これめちゃくちゃやばい効果あんだよね一応。だから、まあ、フォートレス出すか、フォートレス爆弾させて、でまあ、リフォーメーション持ってきといて、これアライズがねマジで毎回毎回聞いてくるのマジでうざくて、時間が楽なんだよこいつが毎回毎回聞いてくるから。どれにしますかお客さん、どれを加えますかって毎回聞いてくるからマジうざいんだね。ああ本当にこれあれだな、リバーストーム2枚だわ。これリバーストーム2枚いりますね。ちょっと待って、ブルータルドーザーでさ効果発動するんじゃん。これさ、まあ、一応まあ除外され、まあ、うるさいな。でブルータルドーザー出てくるでしょ。でこれでまあ、レベル52体並ぶんだけど、そのちょっと待って、俺リバーストーム2枚しか入れてないから、あ、じゃあ2枚じゃない、1枚しか入れてないから、これあれだわ、これあれっすね、リバーストーム皆さん2枚入れましょう。でアライズハートの効果で吸収と、でアライズで相手のタイヤを吹き飛ばし OK で、さらに吸収、真ん中吸収、センターインでナックル出して、一応さ、これオーバードライブしたら足りるか。これね、自分もね、墓地送られないじゃないですかカードが。だからね、これ結構ね、あれなんですよね、自分の展開も阻害するっていう弱点がありまして。はい、アライズ、無敵のアライズだけど自分のリソースも全部吹き飛ばすという。うわ、俺のバトルフェイズはまだ終了しないぜ。マシンナーズオーバードライブ発動、これによってマシンナーズメタルクランチを特殊召喚、いけ。あ、はい、ちょっとアライズ君もううるさいですね。もうちょっと、いや、もう時間ないんでちょっと一回スルーで、いけー。メタルクラッチでダイレクトパンチ、バゴーン。ちょっとリバーストーム2枚入れましょう。あー、増人ケアできない、増人ケアできません。増人打たれたら俺あれです、苦虫を噛みつぶしたみたいな顔をして止まるしかないんですよこのデッキ。増人がちょっとね、あまりにもきついという話ありましてね、なんか無限機動使いがさ、知り合いにいてさ、無限機動使いに聞いたんですよ。増人撃たれたらどうすんのって。祈りながら止まりますって言ってた。祈りながら止まるってなんだよと思ったけど。でトレンチャーを今に加えていく。祈りながら止まるのもおもろいよな。で、ロードローラーあるので、トレンチャーから出していきましょう。ハーベスターをリリースして、特殊召喚して、ロードローラー。を特殊、あああれだな、一回あれだったな、ゴライアス挟まんだ方がよかったな。まあいいわ。でトレンチャーリバーストーム OK で、リバーストーム効果発動、これが通んないでも大丈夫か、これ通んなくても大丈夫だ逆に。いや、これ通んなくてもいけるぞ、これ貫通できる、今回スキルパルから。あ、 OKOKOK、まあ、たまにね、貫通することもあります。ですね、これはこれ展開通るんならマシンナーズフォートレスでいいね。で、マシンナーズフォートレス効果で、先に、カーネルを墓地送っておいて特殊召喚。OK。で、
一体でゴライアス、これ後でね、持ってこれるんですよ、あのキャンサークレーンは。だから大丈夫だと思います。でスクレーパー引いてるからね。でスクレーパー出す、ゴライアスリリース。これゴライアス大丈夫そうだな。なんかトレンチャー効果発動して除外して、自分の持ちから無限機動、まあ、これどっちもいいんだけど、特殊召喚して OK で、これちなみに一応ランク7とかランク9とかもできますね、まあ、盤面的には。でゴライアス出して、で2体でバリスティ出して、あ、これちなみにあのアンティークギアボックスっていうモンスターがいるんですけど、あのあいつ引いちゃうとマジやばいこと起きるんでガチめにやばいこと起きるんですよ。だからあのボックス引かないことによってください皆さん、はい、アンティークギアボックスを引くとやばいっていうことだけ覚えてくださいね、はい。で、キャンサークレーン&キャンサークレーン効果、リリース特殊で、キャンサークレーン効果で自分の墓地からロードローラーだを除外して、アウトリガーエクスパンドっていうのを見ましょう。アウトリガーエクスパンドってかっこいいよね、名前。これなんかかっこいいな、これ。このカード超設置展開アウトリガーエクスパンドかっこいいでしょ。でゴライアスをもう一回リンクして、オッケー。これでね、あれですね、無敵アライズ爆弾 でしかもこれオーバードライブも引いてるんで、これあれですね、あの相手のターンにカーネル出てきます、将軍が。はい、でリバーストームの下に重ねて、でさらに、ヘビーフォワードもこの下に重ねて、これちなみに対象に取れません、今ね。あの、調節展開の方によってリバーストームが。で、リバーストーム一体でオーバーレンタクを再構築。ランクアップエクシーズチェンジ現れよ無限起動アライズハートそして、スクリーパーの効果。これで法要とか引いたらマジ神なんだけど。で、カーネル以外のモンスターを、デッキに返して、はい。これで、ドゥルーフリン、あんま強くね、あんま強くねえわこれ、あんま強くねえ。はい、でこれでエンドですかね。まあこれで無限効用とかうららとか、あの引いてくれると、まあ、普通にその妨害力がちょっと上がるんですけど、これ別にね、正直ね、これ妨害としてはね、まあ2妨害くらいですよ2妨害くらい。まあ一応あのアライズがいるから除外されるけどね、相手のモンスターが。で守備表示になるからモンスターが。でストレイピアリーストレートやばい、対象に取らないあ、妨害1個消えました。はい、あの妨害が基本的に1個消えましたということで、はい。まあでもこれ意外とさ、なんだっけ、あのオーバードライブがさ、何カーネルのトリガーになって、まあ、全部破壊できるからワンチャン強いかもね。でピュアリーマイフレンド、はい。いやこれピュアリーどうなんだ、アライズ意外ときついんじゃないかな。ちなみにこのケモラデッキはね、意外とアライズの効果で出なくなったりするんだけど、普通に速攻方がめっちゃ持ってると普通に貫通される。ちなみに3戦持ってても大体終わり3戦持ったらアライズ自分で自分除外して自害するしかないからねやばいっしょ、かなりやばいよな。さあ相手の展開見守っていくしかないんですけど、なんでさ、あ、やべえ、俺ロードローラー吸収しないんだけど、キモ、俺なんであいつ趣味なんねえのかなと思った。今ロードローラー吸収しねえじゃん、キモいわ。ごめんごめんごめん、ロードローラーを吸収するのを忘れてました、すいません。ロードローラー吸収します。あれ俺初ターン何吸収したんだ、しょ、わかんねえ、忘れたわ。でピュアリー、はい、これ全部一応ね、守備用時になるっていう効果が、ロードローラーが下になってると、下に重なってるとあるんですけど、なんか忘れてまして、すいません。全部攻撃表示になってます。相手本来であれば普通に守備になって守備力がもう1000下がるんで、まあ、ゼロっていう伊達になってるんだけど、でこれで ごめんごめんでこれで横になるわ、はいはい、オッケー。でいやこれランク1されてなんかやばいこと起きるのか。まあビューティーとか出てきたところで別にそんな変わんないんだよね、その対象取れないから今アライズが別にいいんだよな。でデリシャス吸収、デリシャスか、あーデリシャスプランプか、なるほど、オッケー。プランプ対象取れないのうぜえな、これ。なんか、ご素材ノワール来るか、ご素材ノワール来るとやばいか。いや、でも、いや、どうだろうな。結構いける。まあ、ちょっとチェーン切るわ。チェーン切って、ちょっと、これ、あれっす。プランプに素材吸収されると、モンスター選んで除外するみたいな効果あるんですよ。それやばいんで、
チェーン切りは必ずしていく。で、マシナスフォートレスが破壊されたので墓地からカーネルが蘇ってくるはず。さあモンスター特殊化するかい。そうだね、自分が速攻魔法を活動した時にフィールドのそのカードを、下に重ねて、その後フィールドのモンスターを選んでエンドファイトまで。これがやばい。普通にこれはチェーン切りしていくしかない。常にチェーン切り吸収させないようにするしかない。で、ピュアリー行こうか。いやうざすぎるマジで。マシンナーズメタルクランチチェーン1で、チェーン2、カーネル効果。これで全部っ破すればいいんだ、モンスターを。で、どうしよう、まあ、このタイミングで打ってもよさそうな気がするけどな。まあ、でも速攻魔法があるかもしれないんで、ちょっと一応チェーン切りしますか。で、カーネルでしょ。ランク1で何があるんだ。でもこれゴーストリックとかあったところで墓地のにカード除外されないから未来利用までいけねえよな。まあ、ちょっととりあえずハーベスターかなんかにしときますわ。次のターンのこと考えて、ハーベスター。ちなみに僕今息子が2歳でね、こういうね工事の車みたいなやつめっちゃ好きでね、結構名前覚えましたね働く車ってやつ。なんか毎回さ本読み聞かせてさ、なんか働く車読めって言われるんだよね。2歳の息子にこれ読んでって言われるんだよ。とっとこれ読んでって言われてさ、なんか車の本めっちゃ読んでるから、読み込んでるから俺今だから、なんかこの車の名前何って言われても大体わかるわ。これはねまだいいです。でデリシャス効果で、なこれチェーン切りですね。でチェーン切りでマシンナスカーネル、カーネルバック、あーいやこれこっちでよかったか、ミスった。2800だから別にこっちでよかったな。でこれでもチェーン切りしてるからさ、これ普通に破壊されるでしょ多分。でチェーン切り、これチェーン切り2回できますね。まだアライズ使ってないんで俺。これ多分結構強いですよ普通に。あやったラッキー。でカーネル効果全部破壊される強くてさ、これでいやもう無理でしょ速攻。そうだね。でストリピアリストリート効果発動したチェーンしてアライズハートの効果で、これだからストリピアリストリートを吹き飛ばせばもう何もできないんじゃないの。手札1枚だろ。いやもう無理だろこれ。いやこれなんか綺麗に決まったね。はい、やっぱ時間ない。でストリピアリストリートをゲームから除外して、で実質効果無効になり、いやこれカーネルめっちゃ仕事したな。これめちゃくちゃカーネル仕事したわ。やばい時間ない。やばい。これちなみにモンスター守備表示になるから、なんかぶん殴ろうとしてもアーゼルス乗せられないからね。まあ一応あれ聞き流し風潮はいけるけど、多分効果受けないから。セットオッケー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 、きた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 。普通にさ、トピュアリーの手数ちゃんと妨害できても強くない？普通に。まあ、あとは打点並べてぶん殴るだけですね。いや無敵アライズ決まったら強いね。やっぱり決まったら強い。ちょっとやばい、時間がちょっと本当にアライズが毎回どれにしますかって聞いてきて、それ選んでる時間がマジで時間ないから、ちょそれだけ注意。あプリティメモリー1000回復、うざやば時間だ。オッケー、これ足りてるよね。足りてなかった、まあ、足りてなくても大丈夫か。さすがに手札1枚から返せるだろ。はい、あ足りてるわ。オッケー。いや強いけど弱点はあるんで、ちょ参戦の際マジで注意して。まあ悪くはないがだな。悪くはないが、まあ、ちなみにあれですね、高校はまあアーゼウスで流していくことを。サクリボーどういうこと、わからん、なんだこれなにこれ、なにこれ、これ全くわかんない、なにこれ、ちょっと待って、なにこれ全然見たことない出てきたんだけど。サクリボーは草なんだけど、トラップトラック出た、最強カード、サクリボー破壊。何が出てるの俺、ちょっと待ってよ、マジでわからない。トラップカード、魂の綱、わからん。自分フィールドのモンスターが効果破壊され、墓地から取り消え、1000ライフ払ってデッキからレベル2か、ゴールの結界像、でも守備力1000だな。でもサクリボーいんのか。トラップトラックってさ、あれだね、トラップカードも発動デッキみたいな制約あるよね。どうしよう、まあ、何にも特殊感できないな、何にも特殊感できない、全部持続したんだけど、ほとんど闇属性もたまに入ってるくらいで。
全部地属性なんですけど問題やば、バトルフェイズちょっとサクリボーを使わせるしかない。サクリボーは除外すると戦闘破壊耐性が付与できるのでちょうざい。でもこれ普通に打点どうやってくるんだろう。発動するみたいな、エンド分からんけど、なんかクソみたいな動きされたぞ。なんかトラップトラックからゴールの結界図を出てきたぞ。なんだこれ、わけのわからない。えアームスコール、ダニーダニーおなんだこのクソデッキ。あー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 どういう状態これ。アームズコール打ちすぎだろ、ふざけんな。何枚入ってんのアームズコール、やばすぎいや打点高すぎでしょ。何これ、7000のゴーグの結界像は誰が抜けんねん。もう通常召喚できるモンスター俺いないんだけども無限起動あるある、通常召喚できるモンスターが消えるっていうだからクリボール、え、あ足りてる、やば待って、現代遊戯王デッキにおいてクリボール入ってことある